どうもカクテル田中です。駄菓子でカクテル、今日は梅ジャムを使ってジントニックを作ります。はい、ということで材料はこちら。梅と相性抜群の大葉も使います。梅ジャムの量はお好みで大丈夫なんですけど、今回はとりあえず1ティースプーンぐらいでやってみます。なんで駄菓子かって言いますとね、こないだ駅歩いてたらね、駄菓子屋さんがなんか臨時でこうお店出してたんですね。以前駄菓子を使ったアレンジおつまみっていうのはやったことあるんですけどね、今回はカクテルということでね、今後もぼちぼちやっていきたいと思います。皆さんはどんな駄菓子をよく食べたんでしょうか。これ使ってカクテル作ってくれっていうのがねありましたら、コメント欄で教えてください。ほんのりピンク色になってますね。梅の味がしっかり出るかなと思ったんですけどね、はい、しっかり出ました。梅ジャム GT、 皆さんもぜひお試しください。